人生は変えられるスイートスポット理論の継承者作家の石井隆です今回の質問人生を変えたいですどうしたらいいですかその切なる願いわかります僕もずっとずっと人生を変えたいと思ってきましたまず僕は小学校の時にもう本当に普通の子供で全然モテなかったので中学校になってモテたいとモテるように人生を変えたいと思ったんですね、まあ、その時に僕はどうやったかっていうと 学歴をつけようと勉強をしていい大学に勢いを持てるはずだという仮説を立てて勉強を頑張りましたなんですがモテませんでした慶応大学に行ってもモテなかったんですねでそこで僕はテレビに出ればモテるんじゃないかと思ってテレビ局のアナウンサーになりましたでもアナウンサーになってもさっぱりこれがモテなかったんですねで次はまあ、作家になればモテるんじゃないかとも思ってまあそれで作家になったわけなんですけど それで持ってたのかというとあの職業はあまり関係なかったなという感じであの僕も人生生変変えたい変えたたたいいとと思っっててずっと生きてきましたで僕がやっぱり何が一番人生が変わったのかというとアナウンサーになった時に変わったかなというのも一つあるんですけれどもやっぱり作家になった時に一番変わったなと自分にスイートスポットが見つかって作家と起業家で生きていけるというふうに見つかったここの時がね一番人生変わったんですよね。 確かに偏差値30から偏差値70になったという時に人生変わったと思ったんですけどそれ以上に職業が変わった時これがやっぱり人生が変わって収入も当然上がっていったので目に見える形でね人生が変わるっていうのはこのスイートスポットに当たった時だというふうに思ったので僕が一番人生で感動したスイートスポットというのをあなたに教えるという仕事を今はしているわけなんですよね。ああななたががどんススイートトポットがあるのかと 今いくらあなたがダメだったとしてもスイートスポットを見つかればその瞬間に人生が変わるんですよね知ってやらなかったらどうしようっていう方もいるんですけど知ってやらなくてもそこにちょっとずつでもね亀の歩みでも向かっていれば人生ってどんどん変わっていってシンクロニシティとか奇跡がどんどん起きてくるのでまずスイートスポットを見つけるとここにね注力をしていただくと後の人生が変えやすいんじゃないかなというふうに思っていますそのために僕も無料でインストラクターによる 無料個別相談会っていうのをやってますのでそういったものに参加すると実際にねどういう感じでスイートスポットが出ていくのかなとかリアリティが持てますしスイートスポットを自分も出していいんだということが分かりますなかなか自分で自分にスイートスポットを出すという許可がね降りない方もいるとは思うんですけれどもなんとかして自分でスイートスポットを出すんだと決意決意なのかなこれ決意かもしれないけどふんわり ちょっと出してみようくらいな感じでもねスイートスポットはどのみち出るといえば出るのでこのスイートスポットの世界にぜひあなたにも来ていただきたいなというふうに思っております今回もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録がまだという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします